え？あ、何でもない。何も分かってない。原稿出してない。今日は。え？大丈夫？今日は。原稿出してない。シューって、いや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 、ショートストーリー、いやいやいや、ショートストーリー何も言われない。いや内緒だ。カメラ。青少年の育成。なんかもうサモなんか、サモあれですよ。サモハンキーポン。じゃじゃ。サモハンといえば。なんか違う人みたいな。でも素敵ですよ。更新中、ヨヨヨ更新。あれ、俺これでいいの？ありがとうの声が届いています。若きニーナちゃん、8歳のリンク。献血ありがとう。命を守れてくれて。ありがとう。ありがとうの声が届いています。よろしい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 。下町エレガント大使インタイフンキリンがご案内いたします。朝もやらないクリスタルショータイム。ドラマチックにストーリー、愛してやまない人間模様、同じ気持ちを分け合ったり誰かの気持ちが元気になりますように、今夜もキラキラな夜をお届けします。クリスタルとは、それは誰もが持っているオリジナリティ、誰かのためじゃない、自分らしく輝くためのギフト。心のままに、あなたのままであればいい。だから今夜もキラキラナイトの始まりです。デリシャスのラジオクリスタル、2013年6月24日月曜日21時オープンです。見て聞いて参加する番組、ラジオだけど見逃せない、楽屋トークだって公開、気取ってなんかいられないライブのようなラジオです。ルーディーこと羊伊藤、コンシェルジュマネージャーおよびクリスタル相談役、いなくては困るポジションを目指しています。頑張りましょうね、キャプテン D。 はい、初心者マークつけながらのベテラン新人、ダリアモンドミッチーナは進化中。ニョキニョキ隊の教育係も増え、てんてこまいですが、おしゃれチェックもありますからね、頑張りますよ。まんちゃんのことならお任せくださいね。ズーランドのコーナーを担当します。ルーディーサポートお願いしますね。もちろんです、かしこまりました。それではミッチーナ、本日のラインナップお願いします。はい、了解です。3分間のラブレター、キリンさんの一言で心がほんわかしたりチクリ痛かったり、今日はどうなんでしょうね。さあ、今月のマンスリーゲストはクリスタルメンバーのジャン・田中ヘブン。今月最終日ですね、楽しみです。さあ、今週はズーランドですね、ミッチーナがお届けしますよ。ミュージックシャワーは音楽兄さんルーディがおすすめの曲、楽しみです。そしてミッチーナがハマっているショートストーリー、毎回ドキドキです。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。こちらもぜひチェックしてください、はい、ということでなんかふわふわしてますね今日は。今日休もうかなと思って。なんでですのなんとなく朝からまたまたね忙しくて、はい、クーディにいろいろ、あそこのねコーナーちょっとよろしくちょっとよろしく業務連絡があって、ええ、待ってたんだ ね、 そんな日もあるさ、はい、5年もやってれば、まあ、そりゃ、ね、そうだ、ね、いいっすねこのゆるい、ね、感じがね。テラスにかおりちゃんがやったー来てくれております。5月よく通りかかったのにたまたま通りかかった楽しみだ、はい、まあ、また通りがかるんじゃないですか、うん、そうだね、はいはい、さあ、あっという間に1時間ですからね。はい、始めなくちゃですよ、キリンさん。
さあどこから聞いても楽しめるクリスタルキラキラナイトの始まりです。最初からいく？何も持ってない。よし、DJ キリンの3分間のラブレター。今日はメンバーの、ルーディにバトンを渡します。バトンいただきました、はい。日常の中でしんどくて負けそうになっちゃうとき、何気なく手に取って聴いています。きっとたくさんの人にとっても応援歌ですね。気まぐれんでライフをリクエストします。あ、手に出してしまった。いいです。いいな。適当に何も言わずにバトンを出して次もどうしたの？ここでございますよ。